Good evening, everyone. Good evening. Hello. Ramisan, welcome to Native Camp. Yeah. How are you doing? How are you? Great. I'm fine. I'm fine. Okay. You fine? Yeah, me fine. いけてる。I'm teacher Aya. Let's learn some English together. Okay. Aya 先生 what is today's lesson? Today, we will have a quiz about Ramusan. はい、私。本日はですね、ラムさん英単語クイズをやりたいと思います。先生はラムさんにまつわる写真を見せますので、それを英語で答えてください。はい。はい、先生、please start. Okay, let's start the first quiz. For the first question, I'll give an easy one. Okay. Easy. 簡単。How do you say 天使 in English? さあ、ラムさんは舞台ので、天使の衣装を着ている写真を SNS に投稿されたということ、こちらのもの、はい、天使の役をやったそうなんですよ、もう私今年25になるんですけどその天使役をやったのが3ヶ月前で、うん、いやいや、年齢関係ない、もう天使っぽかったからね、天使は天使です、何役ですかって言って天使役ですっていうのすごい恥ずかしかったんですよ、はい、さあ、この天使を英語でお願いします、英語これはもう、はい、はい、Yes, Kuriki? 森永ボケてきました、ボケてきた、思いついちゃったから言っちゃったけど、ボケなくていいからね、本当ですか、はい、あやさん、ごめんなさい、満面の笑み、満面の笑みです、満面の笑み、ジャパニーズ、なんだっけ、お菓子、お菓子だからスナックメーカー、ジャパニーズスナックメーカースナックカンパニー、モリナガ、モリナガ、知ってる、知ってるだろ、知ってるの、すごい、すごいですね、だからやっぱおかしい、先生の勘がいいから ね素晴らしい、さあ、分かったら手を、はい、あじゃあもうこれは言わせていただきます、ズバリエンジェルです、合ってる、イエーイ、エンジェルでございました、エンジェルですね、エンジェル is angel in English. Angel. Ramusan. Hi. Did you enjoy your performance? ありがとうございます。なんて言ったんだろう。分かった、先生。分かったら英語で答えね。一応今の質問はですね、ラムさん舞台での演技は楽しかったですかということです、ね。はい、ベリーベリーハッピー。おお。あれちょいね。早めにシャットアウトしようって、ね、あのに我ら日本人英語苦手な日本人独特のパターン出てる、忙しいふりするパターンです、ね、手でごまかしながらどうにかタイムラグ作ってとはいえエンジェルは正解でございました、ね、うん、はい、よかった、OK、NEXT QUESTION Let's move on to the second question、okay. I think this one is also easy、How do you say one piece in English? ワンピースを着た写真を SNS に投稿していたということでこちらの問題です。英語じゃないんだ。はい。簡単に答えてください。ワンピース？ね、簡単に？もう簡単にこういうもののもうすべてはこれで収まるのかなっていうぐらい。すべてはこれで収まる。この言葉で。聞いたことある言葉？はい。はい。Yes, Kuriki. ドレス。That is right. ああ、正解。おお。そうだ、ドレスだ。ドレスなんだ。ドレスの。当たっちゃったよ。海外のファッションサイトとか見るとワンピースないなと思った。確かにドレスっていう括りがある。あ、なんかでもあるある。派手な衣装だからそれが単純にドレスのイメージだった。イメージだった。そういうこと。カジュアルなワンピースもドレスになる。ドレスなんだ。すごい。勉強になる。これいいコメントですね。勉強になる。勉強になる。待ってましたそのこと。すごい。One piece is dressed in English. Ramusan.はい。How many dresses do you have? おー、何？ How many? How many? Do you have? あ、ちょっといやらしい。いやらしい。何？How many って、いくらってことですね。ハッチですね、あれ。How many ってなんだ？ How many? How many? 何着？何着？How many? まあ、そういうことですね。はい。ハブだから。10。
10着ぐらい。あ、そんな、それぐらいなんだ。はい、ワンピース、あ、もっとあるかな、嘘かも、30着ぐらいあるかな。30? 30 30はい、30ぐらい。30ドレス、30ドレス。 I see, okay. That's great. Thank you、oh.そうだね、ちゃんと数えたらあるもんな。 Let's now go to the third question. OK. How do you say PS? PS の話、英語じゃない。これも英語じゃないんだ。こちらの問題です。なんだろう、英語じゃない。PS って言わないんですね。え、ピアスじゃないんだ、うん、英語じゃないんだ。ピアスはじゃあ違う、どっかの言葉なのかな。フランスとかイタリアとか。はい、 Yes, ラムさん、アクセサリー。あ、でもね、そういう発想ですよ。そういう発想だよね。はいはいはい、でも違うんだろうな。ワンワン。違うんだ。でもそういうことですね、きっとね、はい、うん。聞いたことあるんだろうな。聞いたことあります。聞いたことあるんだ。もうこいつの仲間みたいなのですよ、もう名前は。でもワンワードなんですよね。はい、ワンワード？ピアッシングは違うか。開けちゃうもんな。そう、開けちゃうよね。だってピアスではないんだもんね。ピアスじゃなくて。はい、アクセサリーに近い？こいつの仲間？もうこいつの仲間。こいつの仲間？はい、お、どういうの？ラムさん。ティーチャー、ヒントプリーズ。Okay. ヒントプリーズ。It has eight letters. The first letter is E. E から始まる。E。E。ピアス。E。E。え？日本語でも E ですね。始まります。いいか。で、アルファベットは E ですね。E。はい。だ、それでそこの名前なんじゃないの？あ、もういいんじゃないですか。言っちゃっても。え、いけないいけない。だってそこの名称しかわからない。え？え？いや、もうそのほら、もうぜみんなわかる。え？それワンワードだよね。ワンワード。え？ワンワードでしょ？ワンワードっていうかもう。イヤー。え、私もイヤーって思った。いやいや、はい、え、違うの。うんうん、あ、でももうそれにもうほぼ出るでしょ、これ。イヤリング。あ、That is right。 正解でございます。うわ、すごい、男子が答えた。そうそう、イヤリングなんだ。全然そうなんだね。これはイヤリングでどうやら通用するようですね。てか、こっちが新しいわ。から、へえ、日本じゃ使い分けてるね。使い分けてる。おお、そうなんだ。へえ、へえ、勉強になる。海外でいただきました。ピアスプリーズって言ってもわかんないってこと。イヤリング、そうだね。イヤリング、プリーズイヤリングって。勉強になる。やったー。イヤス is earrings in English. Now, Kuriki. はい。 Do you like womenWith earrings. Do you like? え、女子の、うん、女性のイヤリングは好きか。あ、そう、そういうことですね。つけている女性はどうか。いやー、どっちかな。ね、No. No. I see. Okay. I see. I see. わかりました。わかった。わかった。え、そうなんですか。No っていうか。あんまり考えたことないから、うん、あるかないかって言われたらダメですか。昔のちょっとしたエピソードじゃないけど、うん、うっすら思い出した時に、うん、なんかない方がいいなと思った。でも女子はやっぱね、飾った方がいいもんな。気合い入れますよ。気合い入れるんだよ、耳。でもすごい、いや、た、なんか辛そうに見えんのよ。ね、確かに。確かに。重そうだなっていう。疲れそうに思うから。はいはい、確かに。大きいのだと。でもね、なんか揺れるのが好きっていう男性も多いから。あ、そうなの。なんかこう、目元、目、揺れると顔にこうね、視線が行くから。うん、はいはいはい。女性は意図的に揺れる。先生の仕事に戻す。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。女子会始まっちゃった。ごめんなさい。Sorry。It's okay. Let's now have the last question. Okay. はい。How do you say 展示会 in English? さあ、展示会って、なんだっけ？ラムさんですね。アパレルブランドの展示会に行ったっていうのをね、ああ、だからか。投稿していたということで、こちらの問題です。何回かこういうのも教わってんだけどな。ありましたね。あったかもしれないですけど、すっかり忘れてますね、これ。そうなんだ。これ難しい。聞いたことはある。うん。あ、聞いたこんな風には日本人は使ってないですね。ワンワードでしょ。ワンワードなんだ。なんとか展示会、なんとかかんとかとかじゃないんだ。違うよね、ワンワードだもんね。なんだろう。はい、Yes, Ramu-san. Teacher, hint please.
ケイさん呼んでるのかわいいですね、言い方が。It's one word and it has 10 letters. The first letter is E. 10文字あって頭が E という。10文字あるんだ。なかなか厳しい、まだね。これヒントです。それは E って読むのか、それとも E って読むのか。E で読んでください。あ、E なんだ。E で10文字ですか？日本語だと1,2,3,4,5,6,7 文字ですかね。7文字かもしれない。え、じゃ言ってくださいよ。え、当てていいんですか。いいです、うん、難しいんだよ。はい、 Yes, Sayaka. エキシビジョン。そう。That is right. やったー、エキシビジョン。おお、やっぱりこう出ちゃいますね、育ちの良さというか。このさっきから出てなかった。すいません、すごい、なんかこういうところで出ちゃって、本当にエキシビジョン、エキシビジョン、ね、展示会よくね、なんかそういうゲームとかでね、よくなんかエキシビジョンマッチとか、ボクシングとかね、こういう、うんうん、なんかもうちょっとこう楽しむようなイメージだったんですけど、展示会イメージだったんですね。そう、当てちゃった、ごめん。学が出ちゃって、ごめん、ごめん。本当にいいじゃん。本当に出しちゃう。結果的に一人答えられてない。All right. 展示会 is exhibition in English. So that was the last question for the quiz. Now, Ramu-san. はい。Let's practice together. Please repeat after me twice.言ってみて、言ってみて。もう英語で言わなくなっちゃう。完全に日本語でこうってなった先生の臨機応変だから。言ってみて、初めて、はい、リピートアフターミーですね。そうそうそう。エクシビション、エクシビション、え、エクシビション、エクシビシOne more time. Okay. Exhibition. Very good. よかったよかった。エクシって言うんだ。へえ。そうね。日本語発音じゃない。そう、確かに日本語発音。ああ、緊張して汗かいた。ここで。Oh, I'm afraid we are running out of time. Let's end it here. Did you enjoy the quiz? Enjoy. 楽しかった。勉強になった。Everyone did a great job today, and I'll see you guys again in our next session. お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。また。バイ。Thank you。さあ、ラムさん、いかがでした、このオンライン英会話やってみて。いやー、もう余裕でしたね。勉強ね、なったということをね、何度も言ってた。本当に勉強になりました。よかった。勉強になったというコメントを英語で言ってほしかった。ああ、一応英語でやり取りだから。確かにね、確かに先生。勉強になった。上達した、上手くなった。なんて言えばいいんですか。なんだろうね、ナイスティーチングとかすごい。ああ、なんか上目線っぽいけどね。ナイスティーチング。なかなかうまいじゃないか、お前。ね、でもちょっと動いたらね、ちょっと話すと、そう、言われると焦るから、間がちょっと空けば出てくるんだよね。うん、ですよね、でも。さあ、面白かったね。はい。いいですね。